今ちょうどあの部屋の収穫しているところにお邪魔してるんですけども、あのビデオとか写真を持ってるんでみんなこっちの方見られちゃって作業が今みんな止まっちゃってるんですけども、収穫の方はもうかなり 80% ぐらい今現状あの終わっている状態で、今年はあの雨の方が非常に少なかったので収穫が早く始まったということです。あと収量の方も 50% ぐらいでしたので、収穫の工程そのものが短く終わってしまっているというそういう状態です。10月の半ばなんですが、今年はあの雨が少なく、雨が早くまた上がってしまったために、あの非常に収穫の量が少なくて、あの通常より収穫が早く始まってしまったために、あの僕が現地した時にはもうかなりあの収穫の方が進んで、いました。これも今収穫されたヘナの葉を乾燥させているところで、あのここでヘナの葉と枝の部分を、まあ、分けているんですね。今年はあの収量は非常に少ないんですけど、サフザラの方は非常に良好、ただ価格の方はもう 2、3 倍に上がってますね。あの非常にここの産地のこのヘナの葉が大きくてかなり色が濃いということをあのこの農夫が言ってます。今年は作柄が非常にいい、ただ収量が少なくて、またあのこれを見ろと、こんないい葉、あの、まあ、葉っぱが、葉っぱが皆さん、そういうふうに見えます。ちょっと待って、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 पाड़ बीज वाला खेती बता दो हमारा तो खुद क्या होगा वास्तव में बीज और नूम आज ना जो ना बना बन चलो फटफट देखो माल उकान है यूं ही से एड़ा का रा एड़ा को तोड़ के हाप्पा को नीचे की ओर उठाते हैं। まあこういう葉っぱをここであの仕分けるという非常に原始的な方法で、あのヘナの葉を枝から取っていく。まあこういう非常にシンプルな工程ですけど、昔ながらのままので、最後あの枝だけが残って、まあ、こちら側にこの葉っぱを取り除かれた枝だけが残って、あのヘナの農場ではこの枝の山、まあ、ここにちょっと見てもらったらあの分かりますけども、種が見えますね。で、この種がたくさん混ざるとあのヘナの品質自体が落ちてくるので、あの農夫たちはこの種があのシーディングって種ができ始めると慌てて収穫を始めるんですが、今年はもう間に合わなくて種がたくさんできてしまったと。ですのであの工場の方でその種を取り除くのが非常に手間がかかると。ナイスカラーの Very good color の Very good のThis year, special exam quality. まあ毎年見てますが、ここまで色が濃いヘナの葉というのはなかなかお目にかかりませんね。The color, the henna leaf is fantastic. Fantastic. This is very good. この農園の持ち主にも私にお邪魔して。あのいうところです。こちらあの僕が来ましたんで、まあ、いろんな人がここにあの集まってきまして、あのもう見つめられてるんですけど、こういうふうにして、あの2番目の息子さんもいたりとか、あのいろいろここら辺にあの人が集まってまして、今僕は今取り囲まれているところなんです。ちょうど裏庭に今こういうふうにして。貯められているんですね。麻袋、これ大体40キロぐらいの袋ですけども、この麻袋にこうヘナの
葉が詰められて、まあ、こういうふうにして ヘナの葉です。こちら上がる方をちょっと見てみましょう。非常にクオリティとしては非常にいいですね。うまくいくと例のラクダや牛、そういったものの乗り物に乗せて工場まで運んで、それで工場で一度クラッシャーって言いますけども、今この葉っぱからこういう枝とかいっぱいこれ混じってるし、ホコリとかも混じってますんでね、あとここに種も混じってますんで、この種が種を一生懸命取り除く工程、まあ、枝とかももうこういう全部混ざっている状態で来ますので、これを2回、3回、3回というふうにしてこの枝や種を取り除いて、でその状態でこの葉を いっぺんクラッシュして小さい葉っぱの塊にして、でそれから粉末化の機械にかけて粉末化すると、こういうような工程になります。目の前のトラックは農園からヘナ市場に運び込んでいるところですね。大体40キロ程度の袋、これを抱えてこれ農場に持ってきてる人と、今度はこちらの方には買い付けが終わったヘナの葉を今トラックに積み上げているところです。まあ、持ってくる人あれば買って持って行ってしまう人、まあヘナマーケットですね。今一番最盛期なんで、前にもうすごい量のヘナの袋が行ったり来たりしてます。だいたい年間で6000トン程度のヘナの葉が、ヘナが一緒で、そうやって収穫されてます。How many kg? 53. これで大体53キロです。53.5. だから大体40キロ、50キロ、60キロ、こういった間ですね、一袋が。これが今、大体5万袋以上、ここにあります。Vamos lá. Vamos lá.